そろそろモコウ先生と対談してもいいかもしれない。俺ちょっとね、やっぱね、モコウ先生のせいなんだよ。こんなゴミクソ配信をするようになったのは。やっぱ俺モコウの切り抜きを結構見るのよ、俺。モコウ先生の配信は見ないけど、モコウの切り抜きを結構見て、いや、やっぱこの切り方憧れるな、つって。この切り方。俺もこんなにバシバシ、世相を切る配信をできたらいいのになっつって。だいたい俺がこういう配信するときはモコウ先生のせいだから。おすすめの配信者教えて。モコウの切り抜きです。誰意識してるんだ。モコウの切り抜きです。モコウ先生じゃない、モコウの切り抜きだから。やっぱ今一番配信者で、俺の思う一番この人が配信者だなって思うのはやっぱモコウ先生だもんな。モコウ先生がああいう自分を卑下するような配信、俺はもう引きこもりでとか言うのがやっぱ俺面白いと思っちゃうんだよな。フケがさ、バリバリ、フケがバリバリ出てやばいとか、またもおかしいじゃんって。フケがバリバリ出てとか、やっぱああいうのが面白いと思うから、だから俺も自分のことをなんか躁鬱に見せたりとかさ、メンヘラだとかさ、糖質とか言って、多分こうすれば俺を見てる俺と同じ価値観を持った人は面白いと思うかなと思って言ってるのかもしれない。でもモコウ先生が中卒アデノイド、フケがバリバリだったら、俺はもう糖質メンヘラ右翼韓国対国で、それちょっと対抗していこうかなと思って。柴田について一言。柴田はもう正直偽悪者というか、本当の糖質じゃないよね。やっぱ本当のフケが出てないのよ。モコウ先生のフケとかさ、歯とかさ、俺の糖質とかさ、不女子へのコンプレックスとかさ、そういうなんかリアルなものがないんだよな、柴田は。モコウ先生がやっぱ上に登ってほしいわ。俺はその後ろから行くわ。いや、モコウ信者だから俺は。ナチュラルな。もうこの1020人を引き連れて、信長の野望みたいなもんだよ。モコウ先生がなんか戦う時には、俺も数を引き連れて、助立ちいたす。義によって助立ちいたす。兵糧を持っていくぞ。参加しねえぞ。20人ぐらいしかついてこなさそうだな。向こうがシースケに対する接し方が分かるね。そう、俺もそうなんだよ。なんか俺がに問題があるんだよ。なんか俺にどういう風にして接していいかみたいなの、俺がガイドライン構築してないから周りが困ってんだよね。俺もちょっとこの糖質配信をメジャーにしていってさ、もう完全に糖質で、糖質1本で俺が、糖質1本で今度から行くからさ、それで安心してほしい。皆様方にはぜひとも。モコウ先生で創価学会なの？そうだよ。あ、そうなの？有名な話なの？へぇ。名誉じゃん、もう。じゃあ、モコウ先生。名誉学会員だね。まあ、俺もたまに、キリスト教がどうなの？抜かし始めるしな。瞑想がどうなの？モコウと瞑想しよう。宗教的配信者チーム作ろう。だけど、ゲーム実況のトップ層はまだね、浄化が進んでないよね。やっぱ、クズが、俺みたいなクズが上位にもっと入っていかないといけないんだよ。今ちょっとモコウ先生一人で寂しそうだからさ。俺みたいなクズがもっとランクインして、駆逐していかないと、あいつら。持たねえわ、みんなの。意識が持たない。俺はちょっと糖質配信で、上を目指していくわ、ちょっとずつ。これについて一言。これっていう人がそのクズの長みたいな感じなんでしょ？クズの中の。